買ってみた、つけてみた、ケンタ店長です。はい、ということでですね、先日本当にね2年ぶりぐらいに東京出張の方に行ってまいりまして、の当店ね、あの時計屋さんでもあるんですけども、まあ、あの宝飾の方も扱っていますので、まあ、あの宝飾の方のこう流れといいますかね、あの情報というのもね、ちょっとそこも知りたいのもありまして、まあ、なかなか最近コロナで、外に出れてなかったので、まあ、2年ぶりに参加してきました。で、まあ状況というのをね、見てきました。やはりね、予想通りといいますか、まあ会場の規模自体も、まあ、半分とかになってまして、来場客数もね、おそらく半分ぐらいになってたので、まあ、予想通りと言いますか、やっぱりちょっと、まあ、寂しい感じではあったんですけどね、外に出て、まあ、いろいろこうね、見たり、聞いたり、情報を仕入れながら、はい、また次のね、今年に向けての情報というか、あと商品のね、トレンドとかであったりとか、そういうのをね、見てきました。あと、まあ、なんですかね、人の流れ、東京でどれぐらい人がこう動いてるんだろうというか、まあそういうのもね、ちょっと見たかったので、人の流れだったり、経済状況だったり、そういうのをね、ちょっとチェックしに行くっていうのもあって、東京の方にちょっと出かけてまいりました。で、無事、徳島の方に帰ってきましたので、また久しぶりにちょっと今投稿、させていただいております。はい。ということで、今回はですね、ブローバから、発売されております、ミルシップっていうモデルをですね、投稿させていただこうと思います。こちらの、アメリカの、米国の、海軍がね、昔使っていたと言われている、それの復刻モデルとなっております。はい。それでは、レポートしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。ですね、こちらがですね、ブローバーミルシップなんですけども、まずですね、なんていうんですかね、こう全体像を見ると、なんていうんですか、この、ケースに対してこのベルトがね、すごく細いんですよね。で、まあ、一見したらなんかこう、アンバランスな感じに見えてしまうんですけど、すごいね、こう頭でっかちな時計にね、一見すると見えるんですけども、まあ、なんかね、私もこの、ミルシップを、まあ、もうこれ発売されて確かね、2、3ヶ月ぐらい経つんですけども、まあ、店頭で眺めているとですね、まあ、このアンバランスさがですね、なんかね、可愛く見えてくるんですよね。はい。なんかですね、レトロな雰囲気といいますかね。はい。ちょっとこう、現代的な時計にはあんまり見られないような、こう、バランス感で作られているので、はい。まあ、そこが逆にちょっとこう、面白いというか、まあ、この子の愛着な部分ではあります。それで、まあ、こちらの時計がですね、1957年に、その、米国、潜水実験隊っていうところに納品された、まあ、時計だということなんですね。はい。で、それの、まあ、さらにですね、プロトタイプっていうことで、実際に販売されていたものじゃなくて、これは試作品の、復刻バージョンということなんですね。ということで、もう、ほとんどこう、世には出回らなかった、時計の復刻ということなんですよ。ただ、まあ、その1957年、戦後ですかね。はい。まあ、そのあたりですね。に、すごくこの海軍、アメリカ海軍には、このグローバの時計というのは好評だったみたいで、まあ、なんでこう、それをね、実際にこう、もっとたくさん作っていかなかったのかっていうのは、その情報はこう出てはないんですけども、その海軍はこの時計を実際にね、まあ、試作品じゃなくてちゃんとして、出して欲しかったっていうのが、まあ出てるみたいですね。はい。だからそれぐらいこう期待値の高い、まあそれぐらい試験機だったんですけど、試験機としてはすごく評価が高かった。まあそのようなこのミルシップを今回ね、もう少し詳しく見ていきたいと思います。はい。では、ブローバーミルシップ号見ていきたいと思います。最大のですね、まあ特徴というのがですね、まあこちらの6時位置にありますですね、ここですね、この旗みたいなマークですね。はい。はい。これがですね、モイスチャーインジケーターと言いまして、まあこちらがですね、オリジナルモデルにも搭載されているんですけども、ケース内部に高密度のを、検出した際に、ここのインジゲーターの色がブラウンからブルーへと変化する。
っていうようなユニークな機能なんですよね。こちらがまあ本当にこのミグシップのまあ最大の特徴と言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、なかなか他の時計には見られないあの機能だと思います。でまたですね、あの当時のあのミル規格、はい、ミル規格というのはあのアメリカ国防省が定める過酷な環境でも問題なく利用できるように定められている、まあ、品質基準のことを言うんですけども、はい、このミル規格を、まあ、忠実に復刻した両回転のトップリングっていうのを採用しています、はい、で 水中用の、まあ、グローブを、履いてでも操作できるよう、安全性を高めるためにあの押し込んでないと操作ができない仕様のプッシュロック式両回転トップリングになっております。なので普通に回しただけでは回らないんですけど、こう押すと回せるようになってるんですね。はい、こういう風に押すと回せる両回転の回転ベゼルを作っております。まあ、これもその当時のオリジナルをあの忠実に再現しているモデルとなっております。でベルトはですね、あの耐水性を高めるためにあの高密度のナトーバンドが、使用されています。はい、結構ね本当にね触った感じがねしっかりしています。はい、そしてガラスはですねドーム型のサファイアガラスを採用しておりまして、すごくですねこのドーム型っていうのがレトロ感を演出していますよね。はい、またですねこの後ろ裏蓋なんですけどね、はい、この裏蓋にはですね、はい、このようにあのマスターダイバーヘルメットの刻印が施されて、当時の海軍からの熱い支持を物語るかのような、まあ、ユニークなこのディティールを演出しています。こういうところにねプロトタイプ1957とかですね、あのミルシップですね、このミル規格に乗っ取って作っていたっていうことをここに刻印しているんですね。非常に忠実性の高い、復刻モデルになっていると思います。暗闇で見るとですね、こういった感じで、はい、見ることができますね。はい、まあ、しっかりとこの暗闇の中でも時刻を視認することができます。はい、で、簡単な商品仕様なんですけども、あのケース径が41ミリ径、そして厚みが15ミリなんですね。はい、しっかりとした厚みがあります。まあ、この辺あたりはダイバーズウォッチっていうところですよね。はい、そして20気圧防水、はい、防水性はしっかり施されております。こちらのねルーズのところにもグローバと書かれているんですけど、はい、こちらもしっかりとねロックができるあのリューズとなっております。そして自動巻きの時計となっておりまして、42時間のパワーリザーブがついております。2日弱といったところですね。はい、それでは最後にあの着用ところをちょっとね見ていただきたいと思います。はい、これ41ミリで、まあ私の腕が 16.5 ミリですので、まあサイズ的にはね、ちょうどいいぐらいなんですけども、はい。まあちょっとね、このスーツに合わせるっていう時計ではないかもしれないですね。はい。まあどちらかというと、やっぱりこう、アウトドアウォッチなので、はい。オフの時にですね、まあ私服とかに合わせて、アウトドアな、こう、もしくはミリタリーな、はい、そういった服装にね合わせていただくとよりバッチリ合うんじゃないかと思います。まあ最近の時計の潮流が、アウトドアであったりとか、レトロとかそういう潮流がありますので、まあその2つの要素をね含んだ時計となっておりますので、すごい今のね時計の潮流にマッチした、時計になっているんじゃないかなと思います。
で、まあ、あのアウトドアと言いましたらね、まあ、夏をイメージするんですけども、まあ、あのレトロな雰囲気で、まあ、この秋冬とかのね、ファッションに合わせていただいてもいいんじゃないかなと思います。ということでですね、今回はあのブローバーから発売されましたこちらの、ブローバーミルシップ、はい、ミルシップをレポートさせていただきました。今回の動画がよろしければグッドボタンとチャンネル登録していただければ嬉しいです。それではまたお会いしましょう。失礼します。